ヤマジュー株式会社専務取締役の吉田哲也です。弊社は総合建材商社といいまして、いろんなメーカーさんから物を直接仕入れて、それをいろいろなお客さんに対して販売するっていうのをなりわいにしております。まあ、ガラスってこう一目に見ると全部同じに見えて、例えば1枚のガラスとか2枚になってるガラスとかいっぱいあるんですけど、ロイガラスっていうものがあって、実際に効果としては自宅に1枚のガラスを使った場合とロイガラスを使った場合で、冬にせっかくこう温めた空気が窓ガラスからこういっぱい出ていくんですけど、その出ていく量を3分の1にできるんですよね。私たちの業界では当たり前なんですけど、一般のお客さんにこの情報がなかなか届いてなくて、我々がやらないといけないのはそこを住む前の方々にその情報を届けて、この地元の企業の営業がマンツーマンで伝えていくっていうのが一番だと思っているので、かなり意識して各班をしてまいっております。やっぱり断熱ですね。よく言いますのが、家の中で足元寒いと、事務所で足元寒い、学校で足元寒いってありますけど、あれって窓で冷やされた空気がこう下に降りてきて足元冷やすんですよ。それぐらいやっぱり窓ガラスっていうのは弱点になってるんですけど、そこをしっかりすることによって部屋間の温度差っていうのがこうなくなってきて、ヒートショックで浴室で亡くなる方って交通事故で亡くなる方の4倍ぐらいいらっしゃるんですけど、それって原因の多くは、部屋間の温度差が10度ぐらいあるっていうのが原因なんですね。なのでそこをフラットにしてあげることによって、心筋梗塞だったりっていうところのリスクを減らすっていうところで、つまり健康っていうところが該当するかなと思います。やっぱり日本で職人不足っていうのが非常に問題で、我々としては、見込んだところで職人さんを多く雇用して育成して、そしてどんどん能力を上げてもらおうというような動きをしていて、やっぱり職人さんっていうのは現場が命なので、現場にいかに集中できる環境を作るかっていうのがすごく大事で、逆に言えばそれ以外の仕事をどんどん取ってあげたいと思っていて、ただそのためには外からじゃ見えない部分が多くて、職人さん同士で話し合って議論して、これこうした方がいいんじゃないっていうところをいかにこう会社が拾い上げていけるか、そういったところは力を今入れ始めているところです。弊社に社税がありまして、一番最後の文に社会公共の福祉に貢献するという言葉があって、50年以上この言葉はすごく大事にしてきて、今でも昭和してるんですけど、そういった背景があるので、この SDGs がポンって出てきた時に、いやこれやらないわけにはいかないよねっていうのがまず一つありました。普段営業活動でこう当たり前にやってることって、自分が生み出している付加価値に気づけなくなっている部分っていっぱいあると思うんですけど、そういったところに気づくきっかけみたいなのを会社の中で取り組みとしてどんどん進めていって、みんなで SDGs がこうやからこの行為は意味があるというような思考回路みたいなものをどんどん作っていけたらいいなと。